い抜け大東亜戦争決戦第2年目国民総進発の8日は力強く明けて肌を刺す歓喜も何のそのホール玉砂利を踏んで球場前広場に参集する関市の波学隊が吹奏する勇壮な行進曲の楽の念に国民の士気は矢が上にも高まりまちまちに米英打倒戦い第2年をも必勝の信念持て勝ち抜かんとする決意みなぎってこの日帝都は感激のるつぼと化す。民一億の思い必勝の一点に集まる午前11時59分国民よ、早期せよ。昭和16年12月8日。午後2時、五国の英霊感静まる靖国の斜塔に大東亜戦争1周年記念国民大会中央大会厳粛に開催され3万の大衆ここに集いて東条首相の演説に宣言決議に十五国民の烈烈たる意気を示す。国民諸君、賢くも米英に対する戦線の大勝を拝しましたの昨年の実に本月本日であります。帝国の重大東亜の後輩まさにこの一戦にありと中国国民が必勝の信念のもと一切を捧げて国に報い国に純然ことを誓ったのは実に本日であったのであります。今や国民の一人一人がおのおのその持ち場において、する一つの父も、一つの桑も、直ちにこれ、前線の戦力に、現に影響しつつあるのであります。諸君が、毎日毎日の生活における一挙一動が名実と言わず、今、今日、ただいま、前線の戦闘力を左右しておると称しましても、加減ではないのであります。戦闘映画バッチャーバッチャーバッチャー
四国の皇后陛下には陸海軍傷病将兵ご慰問のありがたきおぼし召しをもって、12月3日横須賀海軍病院、翌4日臨時陸軍第一病院に行啓遊ばされました。前線に立てし各国の武勲を誇らず、ただひたすらに療養の道を励む傷病有志は、陛下のご人事に強く感激、ますます奮励努力、再起ご奉公の誓いを方にしたのであります。後期2602年12月12日、この日ご心配に先立つ午前9時45分、陛下ご献身の幣箔を収めた唐櫃に従わせられ、梨本祭祀宮殿下をはじめ奉り大宮寺以下は下宮豊受大神宮に参進。次いで午前10時35分、田中檜垣良禰近衛将校任院ご選考申し上ぐる中を、天皇陛下には特別お列にて下宮安在所を発御、御下城所より男のお列にて豊受大神宮にご心配、うやうやしくお告げ文を奏させたまい、ご拝礼あらせられました。午後1時6分、天皇陛下には安在所発御、内宮に向かわせらる。ご両者は粛々と進み、水清き良き伊鈴川に光る宇治橋をとよあらせられ、御下城所より男のお列にて皇太神宮にご心配、お告げ文を奏せられた御の地ご拝礼、大前よりご大下あらせらる。まこと彫刻の始めより未だ生死に廃せざる御ことにして、大東亜戦争下一億民草挙げて聖霊のほどに、ただただ恐怖感激あるのみであります。